例のあれ取りに行きました。はい、お待ちしておりました。もうワクワクして、もうワクワクが止まらんかった。この日を待っていた。ガスウェアっていうブランドさんやね。はいはいはい、はい、ガスウェア。かっこいい。やっぱかっこいいわ。ガスウェアさんね。去年ぐらいから、うん、いわゆる並行輸入品として入ってきたやつを、はいはい、代理店がついて、まあまあ、安全な形で入ってきたっていう。ああそういうことですね。はい、そうそうそう、ああなるほど。でちっちゃくてその火力が高いから、うん、去年めちゃくちゃみんな並行輸入で買って、並べて使ってたっていうのを。去年からあったんや、知らんかった。いやもうめっちゃかっこよくない？見た目かっこいい、これマジで。で、いろいろこう、まあちょっとずつちょっとずつオプション的なパーツが出てはきて、うちは今置いてないけど、まあ、改造される方はちょっとずつ改造したりとか、そのちょっとファンシーなこの星さんとか大月さんのマークが嫌な方が、はいはいはい、ひっくり返して逆転したりとか、それが正しいかどうかは別としてね、はい、そういう風にしてるのを隠したりとか、あと上にこうパーツとしてつけたりとかしてる人はいてるけどね。へー、まあ、確かにここだけファンシーですよね。妙にファンシーで、うん、まあけど使い勝手は良くて、でこれは吊るして使うもんじゃなくて移動の際にだけ使ってもらって、あの熱くなっちゃうから、そう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 、え、つけたままでやると熱で多分切れると思う、これ熱すぎて。じゃあ一応消して、消して移動して、移動して置いて、はい、冷ますみたいな。冷ますみたいな。あ、なるほど。そうですね。つけたままの移動は、まあ、やめた方がいいです。危ない。かなり熱くなってるんで。うんうんうん、はい、で、だいたい一缶で、100から110グラムぐらいっていうふうに書いてあるんで、はい、だまあ230だとしたら、まあ2時間ちょい。あ、半とは言わないけど、2時間。あ、全開で。全開で、うん。結構持つな。そうそう、だからまあ大きい感じすると、まあ4時間ぐらいは使えるんですけど、うん。おー、あ、あの大きいやつね。そうそうそう。まあ多分けど、スポット的に使うんやったら、うん、まあ、晩もあるんやけど、どちらかというと次の日の朝、あ、はいはい、あの撤収までの間って、うん、ストーブつけるとかあの冷めるまで撤収できへんやん。あ、はいはい、でも寒いやん、うん、朝は7時に目が覚めて、うん、めっちゃ寒いのに焚き火せえへんできへんし、ストーブ詰めたら冷めるまで待たなあかんから、まあ、だからその間の例えば2時間とかの間にちょっと使って幕内ちょっと温めたりとかするには最適。なるほど、めっちゃ長いわ。はい、買います。今回これをね、はい、これですね。初めてのガーシー、どこにつけようかな。悩むな。ねえ、かわいい。はい、じゃあお会計します。ありがとうございます。はい、連れて帰ってきました。ティーヒーター、念願のティーヒーターですよ。これを実際につけてみたいなって思っております。一応こちらは屋外専用のヒーターになっておりますので、家では使ったらダメということで、ちょっとだけ今日はつけてみたいなって思います。この切れ物がまた可愛いよね。じゃーん、これこう見たらめっちゃかっこいいやん。こうかっこいいでしょ。でもね、こう見たらめっちゃメルヘン。星と月と、これ満月かな、かわいい。こちらがつまみになっております。ここでね、ガス出る、閉める、絶対閉まったのを確認してつけましょう。くるくるっとね。しっかり止まるとこまでして、あ、それとこれ鎖
付属で付いてるんですけど、持ち運びするときにここが消して熱いままになってるから、こう持って持ち運びするための鎖なんですけど、これつけるとこが分かれ説明書、あ、ここや、ここに穴が、こことここに穴があるから、ここに下から上に入れる。はい、これを両方をつけます。はい、できました。これで、まあ持ち運びするときは絶対消してからここを持って持ち運びするというチェーンがついてます。今からつけていきますけど、ちょっと一つ注意点があります。このつまみをひねるとすぐにガスが出るので、ひねってからつけたらボーンって急に燃え上がるから、火をまずつけた状態でつまみを回すっていう手順を絶対に守らなあかんみたいなので、はい、やってみますうわっ、こわっ、びっくりした。いや、このようにポンってなります。今つけながらやったけど、もうちょっと内やったな。もうちょっと内でつけた方がいいと思う。外側すぎた。ビビりすぎて。今、一瞬つけただけで、めっちゃあったかい。これは、まあ、伊藤さんも言ってたんですけど、撤収前とか、朝起きた時の、その、1、2時間だけなんやったら、これで十分じゃないかと。焚き火をするとしても、後片付けが、面倒だったり、まあ、ストーブつけるにしてもちょっと大げさやなっていう時にこれ、ちょうどいいのがこれ手軽やし、めっちゃあったかいからソロとかにいいんじゃないでしょうか。これからの季節、ティーヒーターどんどん使っていくのが楽しみです。このままでも十分かっこいいと思うんですけど、もっとなんかかっこよくなるようなカスタマイズ知ってる方いたら、どんどんコメント欄で教えてください。ということで、我が家に新しく入ったギア、ティーヒーターどんどん使っていきたいと思います。今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた会う日まで、バイバーイ。ファイティアオチャンネルママでしたー。